いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。八神です。戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。
1年前海藤さんが組を破門にされた時、ああ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？海藤さんは何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東が？どうやって？さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。ふん。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか？今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。テンダーに行く気か？綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。いらっしゃいませ。あ、はい。
いえ。お願いします。はい。はい。はい。ああ。手加減しない。
いい加減にしろ。だねえな。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。こりゃうまい。八神さん。はあ、すみませんでした。
っしゃいませ。あの、ありがとうございました。させてもらうよ。いらっしゃいませ。気に入った。
加減にしろ。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけってな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
はあ、何？え？世の中のこその二文字の置き所、収まるもこそ乱れるもこそ。ありがとう。ありがとう。
あの、え、もしもし。はい。ちょっと。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。かかってこい。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。
え？ありがとうございました。もしもし。え？Yeah.
温めといてくれ。もしもし。はい。あの。